にちは、ティシガキの津島です、マーチン T28、1948年生です。40年代だと、前期、初期ものはプリウォーと言われるヘリンボーン採用されているモデルなんですけども、後期になると、50年代60年代に近いようなスペックになってきます。48年生なのでその答えですね。別行のガードと、ロングサドルが特徴です。この個体に関しては裏の方は、まあ綺麗でこうあまり分かりにくいんですけども、ここに、クラックのリペア修理跡がありますね。内側でパッチちゃんと当てられてるので綺麗に仕上がってます。で合わせて、オーバーラッカーもしくはリフィニッシュ、行われている模様で、塗装面多少綺麗になっています。まあ、されてからも時間は経っているみたいで、ウェザーチェックなんかも入ってますね。でペグの方もおそらく交換、されているものと思われますね。あと、まあ後の方に出た、クルーソンのペグになります。まあ、ここにピンが打たれているのでストラップをすぐつけて演奏できるような状態になってます。その他コンディションはいい感じですね。音色ですね。低域もボワッと出てるんですけども、角がしっかりあって輪郭のしっかりしたトーンですね。ウッディな感触もしっかり見られるので、ヴィンテージらしい鳴りになっています。40年代の個体、なかなかもうこの値段出てこないと思うので、ぜひぜひ、お試ししてみてください。します。